はい。皆さん、こんにちは。ワネルビシです。では、今回は、デドグミさんをパプキと、桃の岬を機械戦、ヤマト特攻リベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回はですね、レイテ沖攻略から一転、インド洋に電撃戦を行って、これを撃破、確保したというところまでお届けをしました。これによってね、喉から手が出るほど欲しい、鉄と、ボーキサイト、まあ、アルミですね。これを手に入れることができるということになりますので、この先はね、いよいよ、反攻作戦ということで、太平洋の各海域の奪還作戦を行っていきたいというふうに思っています。まずはインド洋の防衛を固めたいので、今回ちょっとお金を使う形にはなってしまうんですが、このインド洋ですね、ここに1つ飛行場を建設しましょう。本当は2つ3つと作りたいところなんですが、お金がね、今3000しかないので、ここに飛行場を建てましょう。はい。皆さん、こんにちは。ワネルグルグシです。では、今回は、提督の決断をバーブキット。棒の岬を機械戦、ヤマト特攻リベンジの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、レイテ沖の攻略から一転方針を転換して、手薄になっていたイギリス軍の、まあ、拠点、インド洋を攻略することができました。これによってですね、喉から手が出るほど欲しい、アルミと鉄が、安定的に供給される状態になりましたので、いよいよこの後はですね、太平洋の各海域をね、米英から取り戻していくという戦いを行っていきたいと思います。で、まず今インド洋に入っているこの艦隊、第一艦隊の超赤城と超加賀、これがね、もう反攻作戦を行う上で、欠かせない存在になってきますので、この艦隊を動かしていきたいんですが、インド洋が手薄になってしまうので、まずインド洋に艦隊が到着するのを待ってからですね、これらの空母艦隊を動かしていきたいと思っています。で、潜水艦隊は一旦インド洋からマラッカへ戻しましょう。で、さらに、今マラッカに入っている、この洋上基地型空母に改装したアマギを、インド洋に動かして、ここで艦隊編成に組み込みましょう。まあ、一見無駄な動きにも見えると思うんですが、まあ、オイルはね、余っているので、惜しみなく使っていきます。レイテー、ジャワ、セレベス、小笠原と、この辺りにスパイを送り込んでおく。では、時間を進めます。よし。まずは敵が入ってこなかっただけでも御の字だな。いや、鉄、アルミ、お金が、ここまで安定供給されてくると、心強いな。今回もまずは航空機。長距離爆撃機を作っていきます。19ですね。これが12、3機ずつ作れるようになってくると、もうだいぶね、本当に安定供給フェーズと呼べると思うんですけどね。インド洋からアルミ、がっつり取りたいところが、戦略爆撃機によって破壊されたんだな。まあ、ここはちょっと残念なポイントですかね。では、艦隊編成見直します。第一艦隊。ここに第9艦隊と第一艦隊をガッチャンコしていきます。ただし、今、この洋上基地型の天城に乗せる艦載機はないので、ここはね、ちょっと艦載機をなる早で調達していきましょう。これで、一応ですね、超赤城、超過がともに航空機をほぼ満載できた状態ですね。で、鉄を輸送船に使ってしまったので、今回は使える鉄がほぼない。まず日本近海なんですが、この4隻で守りますと。変わらない方針ですね。沖縄もこの3個の艦隊で守りきりましょうと。南シナもこの第11艦隊3隻で守ります。まあ一応ね、第12艦隊で潜水艦隊も入ってますが、基本的には駆逐艦で守る。マレー沖に関してもこの3隻で守ります。
で、マラッカはね、落とされたくない拠点なんですが、今、従順2隻しかいないので、ここもね、少し増強を考えていく必要があるという拠点になっています。なので、当面の間は鉄資源を使って、逃亡型の駆逐艦を、インド洋に3隻、シンガポールに1隻、合計で4隻、予備で5隻作っておきましょうか。これが当面の課題かな。では、艦船。作れるもの。逃亡型の駆逐艦ってどれくらい使ったっけ？鉄。1個は作れるね。作っちゃいましょう。作れるときに作る。未配備艦としては、巡洋はね、今載せるものがないので、とはいえ、巡洋も、まあ、洋上待機用に編成して、シンガポールあたりに出しますか。それが良さそうだね。そうしましょう。巡洋を、一旦マラッカ、まあ、シンガポールに出します。で、技術開発ですね。まあ、お金はあるので使っていきます。この後、ジャワ沖の攻略を、まあ、どうするかっていうクエスチョンが来ると思うので、そこでまたお金をちょっと得ましょう。物資援助は、ドイツに石油の押し売りをします。で、申し訳ないんですが、毎回セーブをね、ちょっともうこっからは入れさせていただきます。沖縄沖は、逃亡作戦になりますので、ちょっと皆さん退屈されると思うので、時間をね、どかどかっと進めていっちゃいます。いや、逃亡型の駆逐艦、マジで足が速いわ。ただ、逃亡型の駆逐艦よりも速い高速巡洋艦もね、設計してますからね。なんといっても、42ノットで高速に走れる巡洋艦。いや、発見された。早いな。発見されるのが早かったな。これはちょっともう撤退させましょう。で、発見されていないものは一度逃亡する。はい。また駆逐艦を一隻失ってしまいましたね。ここはもうほんとしっかりね、逃亡を完了させる必要があるので、考えものですね。資源が減るのがどこかだよね。インド洋も深刻か。これほん、お、追尾魚雷が完成した。よし。で、デコイは、まあいいでしょう。ジャワ沖の攻略は続けません。で、ジャワ沖をまた攻略します。まあ、金を2500円ずつせしめていきましょう。で、まずは、超活動。セレベスにも、いや、セレベスを送る意味ないね。小笠原、絶対防衛ラインの小笠原を確保して、小笠原、レイテ。小笠原レイテ、マラッカに戦力を集中的に配備したいよね。敵の侵入経路を防ぐという意味では、レイテ、小笠原、そしてシンガポール。この3つに戦力を集中配備する必要があるので、ちょっとそういう動きを考えましょう。これを絶対防衛ラインと新しく設定して、そこの確保を行っていきます。物資の援助は石油の押し売りをしておきましょう。で、今回は、まずは、いや、輸送船の前に先に逃亡型の駆逐艦だな。これの数は欲しい。
で、あとは、長距離の爆撃機も数としては、8機、確保して、逃亡型の駆逐艦を、足の速い逃亡型の駆逐艦、逃げ足だけは速いっていうね、そういう駆逐艦を5隻、6隻作んなきゃいけないのかな、さっき沈められちゃったから。ちょっと今回はもうこの駆逐艦作って終わりになっちゃうかな。本当はね、高速巡洋艦、高速重巡洋艦を作って、アメリカ軍の度肝を抜いてやりたいという思いはあるんですが、今回は残念ながらこの、高速逃亡艦を用意しましょう。で、インド洋に入っているこの第11艦隊だよね。第1艦隊だよね。ここに、どういう形で、艦隊を増強して、小笠原沖、さらにレイテ、攻略していくかですね。まあ、順番で言うと多分小笠原の方が先に攻略しやすくない、小笠原沖のこの艦隊戦力。レイテの方が今だとまだ攻略しやすいのかな。護衛空母が、まあ、12っていう状態ですね。インド洋を空にするわけにいかないからな。そうなると、マラッカにいる艦隊を分けて、第4艦隊1隻でインド洋を守りきると。で、代わりに、いやー、でもこのジャワ沖にいるこの艦隊も邪魔くさいよな。イギリスの第11艦隊。情報活動をちょっと活発化させておいて、アラビア海にも艦隊を派遣します。スパイを派遣しましょう。で、兵器開発。優先的にしたいものがあればやっていきましょう。お金があるうちに。デコイ。あと、航空用の電波兵器。このあたりは欲しいかな。あとは、水上レーダー系。まあ、レーダーも欲しいんですけどね。まあ、どちらかというと、今は、航空エンジンかな。さらに電波吸収材は無理か。電波吸収塗料ができれば。航空機にステルス機能を持たせることができるので、ステルス航空機、しかも長距離爆撃となれば、敵は脅威極まりないと思うんですけどね。ちょっとこれはじゃあ次のターンに取っておきましょう。でだ。その上で、マラッカに艦隊を戻して、いよいよ、レイテ攻略に進みましょう。で、レイテを攻略する上では、再び潜水艦隊を投入する必要があるので、第13艦隊の潜水艦隊を第16艦隊に編入。これで、艦隊戦力。潜水艦の戦力を増強します。これでいこう。レイテが取れればさらにアルミに余裕が出る。で、小笠原を取れば絶対防衛ラインをこの小笠原、レイテ、そしてシンガポールで構築できるので、これを当面の目標にしますね。沖縄沖、沖縄沖、沖縄沖、逃げ切りですね。ちょっとすいません。ここはまた皆さん退屈されると思いますが、お付き合いお願いします。もう早送りで終了まで進めていっちゃいます。はい、逃げ切りですね。まあ、ちょっと一回失敗してリロードしましたが、逃げ切りを達成してます。日本近海でしょう、マラッカでしょう。よし、今回インド洋は守られている。インド洋の、ここのね、
まあ、アルミ資源はとても重要なんで、そのアルミ資源をね、守りきったという意味では大きかったかな。では、編成します。沖縄に一隻艦隊を出してあげる必要があるので、さっき沈められてますからね。で、さらに、新しく、この、逃亡型の駆逐艦が完成しているので、この逃亡型の駆逐艦も、一度、最優先でどうだろうな、インド洋かな、いや、マラッカだね。マラッカに派遣しましょう。で、マラッカ、まあ、つまりシンガポールになりますが、シンガポールの艦隊編成がご覧のようになりましたという状態ですね。巡洋と綾瀬で逃げ切り体制。宇垣さん乗せてるのもったいないな。で、マレーの方には艦隊が到着してますね。で、しまった。そうか。潜水艦隊をマレーに動かし忘れですね。まあ、これは一旦ロスしたのが基地と出るか京都出るかはちょっとわからないが、レイテの艦隊数は変わりなし。ジャワ沖。うわぁ、ジャワ沖に艦隊が増強されてるね。次のターンあたりマラッカに入ってくる可能性があるな。ただ、マラッカに配備する航空戦力はもう一隻たりともないので、一機たりともないので、どうしようもないね。小笠原沖の艦隊も増強されてる。レイテも、ジャワも、さすがよ、アメリカ軍。穴がない。まあ、唯一穴があるとすれば、やっぱり今この瞬間のレイテ。ここはね、ご覧いただいた通り、護衛空母が12隻。だけっていう表現が果たして、いい表現なのかは別問題だと思うんですけど、そういう状態ですね。ではここで、新しく高速巡洋艦を作っていきます。高速巡洋艦も数はね、10隻前後は欲しい。これが高速巡洋艦。なんといっても42ノット出るこの高速性。これを活かして、まあ、素早く敵の基地、あるいは敵の艦隊に近づいて、一撃を与えて離脱するっていうね。一撃離脱戦法。空母のアウトレンジ攻撃に加えて、この高速巡洋艦による一撃離脱攻撃。これをね、戦略構想の幅に加えていきましょう。次のターンでまとめて何隻か作っていきます。で、鉄は温存して、技術開発。いや、先に兵器開発だな。さっき入れられなかった、このステルス装甲。これを入れて、新しく、それこそね、航空機を設計していかなきゃいけないタイミングというのが必ず来ると思うので、その時のためにステルス鋼材を先に、研究しておきましょう。次のターンで6隻かな、逃亡型の駆逐艦が完成するので、そこまでなんとか逃げ切りたい。うわ、再び沖縄か。沖縄狙われるよね。沖縄が取られてしまうと、まあ、C レーンっていう、まあ、このゲーム上では実はあまり関係ないんですけど、C レーンがね、崩壊してしまうので、まあ、本来であればやっぱり沖縄っていうのは、せっかく取ったインド洋とシンガポールの、まあ、その、資源をね、間違いなく日本に送り届けるという意味では、おっと、発見された？早いな、今回は。発見されるのが。とりあえずだ。他の巡洋艦たちが逃げ切ってくれればいいので、見つからないように、あらぬ方向へと逃亡してもらおう。いやー、これ持たないわ。これは持たないわ。アメリカ軍の艦載機による攻撃が、駆逐艦をチョコレートのように破壊してきますね。
また駆逐艦を2隻失った。さらにマラッカにも入ってくるのか。いやー、空母は出したくないけどしょうがないな。敵の侵入経路は間違いなく上から入ってくる、下から入ってくるので、まあなんとか逃亡を図りましょう。これはイギリス軍ですね。まあ間違いなく。いや、イギリス軍も最新鋭の航空機だな、もう。完全に最新鋭化されてる。まあ、我々は長距離爆撃機によるアウトレンジ攻撃なので、敵のね、最新鋭の戦闘機に取り憑かれたらひとたまりもない。この辺りに敵の空母がいる。もしね、ここに超赤城と超加賀がいれば、敵の空母を仕留めることもできたかなとは思うんですけどね。今は絶対防衛ラインの獲得を最優先事項にしましょう。はい。なんとかね、リロードしながら逃げ切りを行ってきました。いやー、やっぱり敵の作戦能力も上がってるので、まあ苦しいですね。日本近海はともかく沖縄に今一隻しか艦隊、まあ、艦艇がない状態なので、まずここに増強を行いましょう。逃亡型の駆逐艦2隻を、新たに編成したので、これを、まずは、沖縄。沖縄がね、ピンチになってます。で、あとは、マレーは十分な戦力がいるものの、マラッカもね、ちょっと戦力的に乏しいというのと、インド洋もね、乏しいので、これらの海域に艦隊として送っていきます。進言勢。まずは、マレーを、さらに、インド洋用と。まあ、こんな感じかな。で、艦隊をそれぞれ送っていきます。インド洋と、ごめんなさい、シンガポールですね。に送っていきます。で、今回は、高速巡洋艦を何隻か作っていきましょう。で、アルミが、今回は思ったより取れていない、という状況ではあるものの、長距離の爆撃機に関しては、まあ、常に作っていく、生産していくと。まあ、長距離のね、これは本当にむちゃくちゃ使うので、アルミをね、いくらアルミがあっても足りないよというところではあるんですが、頑張って作っていきましょう。で、高速の巡洋艦を3隻建造できますね。まあ、これだけだとどうしても戦力的には乏しいので、艦隊の一翼を担ってもらうという意味で、高速のね、巡洋艦をさらに何隻か、高速の軽巡も何隻か作って、高速艦隊として、配備を進めていきたいと思います。それまでなんとかね、持ちこたえてくれと、いうことになりますかね。で、輸送船を1隻建造しましょう。で、この輸送船を、インド洋に、はい、配備します。
で、技術開発を入れておきます。もう今回はね、もう何といっても、このレイテ、ここを取ろうじゃないかということになりますので、一旦セーブをします。レイテを取るための戦力。まあ、十分とは言えないと思うんですが、まあ、可能性がね、全くない場所ではないと思っているので、まあ、そこを狙っていきましょう。小笠原だったらレイテかなという感じですよね。レイテの方がまだ、取れる可能性が、あるという海域だと思うので、レイテに潜水艦隊と、そして、虎の子の超大型正規空母艦隊。これを送り込んでいきましょう。では、時間を進めます。もう、アメリカ軍、イギリス軍もね、超大型の空母で、日本軍がある意味反撃に転じてきているっていうのはね、もう知っている情報だとは思うので、ここはしっかりね、打撃を与えていこう。まずは夜間で突入します。夜間で一撃を加える。で、第一艦隊、その他の空母以外の艦艇は、一旦お任せフェーズということにしちゃいましょう。撤退しない。まずは艦載機から、手短にある、飛行場をね、一つ二つと破壊して、敵の航空戦力の大半を無効化、無力化しちゃいます。偵察機に釣られてくれるといいんだけどね、爆撃機がね、敵の直縁か。敵の直縁が偵察機に釣られてどっか行ってくれるといいんだけどね。この火力よ。もうお前ら直縁の戻る場所はないぞ。これで敵の飛行場一つ目破壊完了したからね。で、二つ目の飛行場の攻撃に移ります。敵の空母はできれば潜水艦で仕留めてほしいかな。夜のうちに敵の航空基地3つ全部破壊したい。いや、爆撃機足が長すぎてさ、ちょっとここで滞留してる時間がもったいないな。敵艦発見？どこに発見したの？ちょっと発見できてないから敵の航空基地2つ目破壊を優先しよう。ちょっと待ってくれ。お前らなんで帰ってんだよ、本当に。帰らないでくれと言ったはずだ。まあ、今となってはしょうがないな。これは敵の大型艦なの？何なの？だ、ここダメか。ああ、潜水艦が結構やられてるな。いやー、ちょっともったいない。逃亡するこやつらのためにだいぶ使っちゃったな、魚雷を。まあ、ある意味温存できたといえば温存できたんだけどね、艦隊を。そういう意味では。
まずは敵の基地戦力をね、確実に撃滅せしめる。その上で敵の、まあ、護衛空母ばっかりになりますけどね、護衛空母を仕留めていく。味方の爆撃機が2つ目の飛行場にね、向かっています。さあ敵の戦力が確認できた。どうする、飛行場の攻撃を優先するか、それとも敵の、まあ、護衛空母軍を先に撃退するか。ちょっと悩ましいけど、先にやっぱり飛行場かな。これで敵の飛行場2つ目の破壊も完了。アウトレンジ攻撃の作戦の妙が生きてるね。ここはこれは敵の正規空母か。正規空母がいたか。正規空母にはね、直縁がいっぱいいるからね。いや、護衛空母だな。まあ、ただそれにしたって数は多い。あんまり数を減らされたくない。ここで敵の飛行場の破壊を優先しましょう。敵の数はだいぶ見極めはついたね。味方からもう一回航空攻撃をかけて、敵の位置を偵察機で探らせます。数がどうかという感じだな。だいぶ減らされたからね。ちょっともう一回航空攻撃が必要か。残念だな。敵に位置がバレて敵が接近してきてるとなると話は別だぞ。敵とのまともな殴り合いはしたくないからな。あくまでもアウトレンジ攻撃を前提としている艦隊編成になっているので、ここはね、なんとかアウトレンジ攻撃で。まあ、でも夜間の敵の、攻撃機というか航空機が護衛空母には搭載していないね、これを見る限り。ゆえに攻撃が可能になってる。あとは敵がこちらにね、完全に寄りつく前に終わらせたいけど、逃げ切れるかだな。まず敵の基地攻撃はこれで一旦片がつくと思うんですよね。
敵の飛行場は全部破壊が完了。あとは敵の艦隊。いやー、ここで従順を誤って撤退させたのが完全に誤りだったな。今これでね、従順艦隊を送り込めばある意味決着がついたのかなという気すらしますけど、この辺りに敵の艦隊がいるはずです。いる、仕留める。夜のうちに敵の空母をね、無力化しておきたいですよね。夜が明けてしまう。さあ残りの空母は1だ。でもこれを仕留めれば一応終われる。あとはこの高速で寄ってくるこいつらを仕留めろ。なんとしても仕留めるんだ。魚雷を撃たれてるけど、ベニヤ板だぞ。危ない、仕留めろ。こら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 、ベニヤ板なんだから。駆逐艦に仕留められるのか。仕留めるんだ。よし、あとはどっかに敵の艦隊が残存してるのか。甲板はいずれも無事ですからね。いやー、従順を引かせたのが完全に操作ミスとはいえもったいなかったな。いたぞ、こんなところに。まだいや、それなりの数が残ってる。これも仕留めないといけない。数は多くはない。駆逐艦4隻。いやー、ここでやっぱり雷撃機が欲しいよね。この足の速い駆逐艦にさ、このまあ急降下可能とはいえ爆撃機だとまあちょっとしんどいっちゃしんどいよな。うわ、敵まだいるな。それなりに数残ってますね。ここにいるのは敵の空母だもんね。だいぶ戦力を消耗したね。まあ敵の空母、護衛空母にいるのは主に夜間に離発着はできないものばっかりだったので、ある意味では夜に仕留めるというのが良かったかもしれないね。あ、ここで雨か。
撤退しましょう。まあ、敵は大部分を仕留めたと言えるけど、まあ、取り逃しもいくつかある上に味方も損害は小さくはないですね。ちょっと本当にミスしたのが痛いな。一旦マラッカに艦隊を戻しましょう。今だったらね、レイテにもう一度攻撃をかける、まあそのチャンスではあると思うんですが、どうする？もう一回行くかどうか。ちょっとここは悩みますね。マレーに入っている航空戦力、超赤城、82、40。まあ、超加賀に入っている艦載機を全部下ろして、その上で、健在の、赤城に艦載機を全部乗せ替えますと。長距離護衛機を何機か引き抜くしかないな。で、偵察機に長距離護衛機を入れて、その上で中大破した天城と、加賀を離脱させてもう一回レイテに攻撃を仕掛ける。これくらいしかちょっと思いつかないかな。健在の潜水艦隊2個と、赤城を投入してもう一度レイテに攻撃を仕掛けましょう。というところで、今回はね、ちょっと時間長くなりましたので、ここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あと、アドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。